ウトは素直にありがとうと言った試しがない。行動はふんというほどではないので、ごく常識の範囲内で。手伝いや季節の贈り物はしているんだけど、礼を言われたことがない。むしろ、文句をつける。去年の父の日は、両止めや親族にリサーチした上で、ウトが欲しがってた絶対欲しいものをプレゼントした。が、それでも文句をつける。何で、送り主が嫁の名前なんだ。常識がない。某ネットショップで、私のカードで買ったから。伝票名は、私の名前になってたんだよ。中のメッセージカードは、二人の名前なんだけど、夫の名前、私の名前の順になっている。ただいちイチャモンつけられるところを見つけて。調子に乗ったウトは、出しゃばり嫁。夫を立てることを知らん恥知らずとまで言った。ということで、今年は、ふん親父に流行らなくてよしと。夫の言っておりますので何もなし。夫様がこう言ってますので、嫁は言う通りにしなすうと連絡もした。さらには、ウトの仕事場から、豪華な商品を一個だけ購入して、父の日ラッピングしてもらい、私の実家の父に送ります。私、去年の父の日は、私が出しゃばって失礼しました。ウト、産む。わかればいい。私、はい。申し訳ありませんでした。で、夫さんに相談したところ、今年は、ふん親父にはしてなくていいと言われましたので、何もしません。ウト、え?私、何も無視です。ウト、え?私は、何も、なしは、いくらなんでも、とは言いましたけど、ご主人様が、何もしなくていいと決めましたので、何もしません。去年のようにご迷惑もおかけしませんので。ウト、いや、え?あれ?私、それでは失礼いたします。ひゃほー。去年のご迷惑は、クール宅急便だったために配達時間が限られていて、そのことまでぐちぐち言われたことについて、どうせ止めが受け取るから関係ないのに、私は良い嫁キャンペーンというわけではないですが、おとなしそうに見えるようで、ウトは戸惑いまくり、その隙に言いたいことだけ言って切ってやりました。後日談になるのかわかりませんが、結果から言うと、義両親離婚するかも。実家父へのプレゼントを、ウトの職場から送ったのはダメ押ししたんだけど、ウトは、なぜか、同じものを俺の見ないところできっと用意している。という、無駄なポジティブシンキング。父の日当日、当然何もしない。何も来ない。プレゼント欲しい。ちやほやされたい。でも謝りたくない。で、止めに、無理やり、我が家に電話をかけさせて、さりげなくアピールしようとしたらしい。しかし、我が家は、留守、夫の提案で嫌味電話聞かなくていいように、と二人で外出。何回かけても、電話は通じない。うとイライラ。謝る気なら、とかけてた両止めに八つ当たり。今までも、うとのややこしい性格のせいで嫌な思いをしてきた止め爆発。大喧嘩になって、出て行け、出て行きますよ。で、別居中。ありがとうと一緒で、ごめんなさいが言えない言うと、本当に捨てられるかもね。発端を作ったダメ嫁としては、心苦しい限りです、やっほー。